白山一里の温泉スキー場、白山一里の県立自然公園は、石川県の県立自然公園。白山市の山間部に位置する、石川県南東部の山間にある、白山一里の温泉を中心に、白山国立公園に隣接する、地域一帯からなる自然公園である。1973年9月1日に、石川県で4番目の県立自然公園として、 指定された。指定面積は当初千八百二十六ヘクタールであったが、九百九十年四月十七日に千八百六十四ヘクタールに変更された。白山一里の温泉は、手っ取り川の支流小添川と目付谷川の合流する地点にできた小規模な貸し段丘にある。小添川は石川県の最高峰白山から北方に伸びる山梁に沿って流れ、 急峻な地形を形成している。付近は、杉の人工林が散在するほか、小なら、水なら、カエデなどの落葉紅葉樹林で占められている。岐阜県白川村とを結ぶ白山白川号、ホワイトロードの起点に位置し、部が小山観察者では、石川県の県取りである犬鷲しや、日本カモシカ日本ザルなど、野生動物の自然の姿を観察することができる。豪雪となる陶器には、 白山一里の温泉スキー場が開設される。スキー場のゴンドラは、夏季も運転しており、山頂駅付近には、展望台が設けられている。白山一里の温泉は、白山登山の加賀禅城道の中継地点でもあり、ゴンドラの山頂駅には、加賀禅城道の脇道である、加賀神道の登山口がある。石川県自然公園一覧石川県 ABE。 県立自然公園石川県 ABE、白山1974年4月20日、石川県白山自然保護センター、石川県の概要石川県、ブナオ山観察者石川県、白山登山体験加賀神道勝山郷土、研究会。ありがとうございます。